トゥラガパト碑文は1950年代にインドネシアの南スマトラ州パレンバンで発見された7世紀のシリービジャヤ王国の碑文。この碑文はジャカルタのインドネシア国立博物館に収蔵番号 D155 として展示されている。一説によるとこの碑文は686年に制作されたものだとされる。南スマトラでは それまでにも30ほどの知ったハヤとら碑文が発見されており、いずれもがダプンタヒャンシュリージャヤナサの遠征について述べたものであり、クルカンブキと碑文によれば、それは釈迦紀元605年のことであった。これらの碑文はすべてインドネシア国立博物館に収蔵されている。碑文は高さ118センチメートル、幅148センチメートルの安山岩の石に、 刻まれている。石の頂き頭部にはコブラに似たナーガの七つの頭が装飾として刻まれ、また底部にも水の継ぎ口のような衣装が施されており、中世の証として行う儀式の際にはこの石に水をかけたものと推察される。碑文は当時の宮廷で用いられていたインド起源の文字であるパンラバ文字を用いて表記されたコマレー語で記されている。 碑文に記されたテキストの内容は非常に長く多数の行にわたっている。また、多くの文字が風化しており読み取りが難しくなっているが、おそらくこれはこの石を記述の中にも出てくる中世の証の儀式で使用していたことによるものと思われる。その儀式では、おそらくこの碑文の上に水をかけ、それを石の下の部分で集め、 そこから注がれる水を大への中性を誓った者たちが飲んだのであろう。碑文のいくつかの行はまだ読むことができる。トゥラガパト碑文の三行目から五行目にかけては以下のような内容が記されている。カムバニフマム、ラジャプートラ、プロストラ、ブーパティ、セナーパチ、ナーヤカ、プラットヤヤ、ハージプラットヤヤ、ダンダナヤカ、マードダカ、ツハアンビタック、ベルー、 アディアキシーニーヤバーナ、ベイシカーナ、クマラマチャ、カッテブホタ、アドハイカーナ、カーマ、カエアッサ、スシパカ、プーホベム、バニアーガ、プラティサーラ、カムマルシハージ、フーライハージ、ワンヤクマムユラン、ニーブナサンピダリメインジェマンカムケイデイシーチダバクティリ、アク、ナンジラミナ、王の子たち、大臣たち、セ政ショウたち、司令官たち、教たち、貴族たち、副王たち、 裁判官たち、ムルダが、働く、者たちの長、監督たち、兵民たち、武器の手だれたち、下級大臣、兵士、大工、ガルマ、事務員、建築家、船乗りたち、商人たち、船長たち、何時ら皆、王のしもべ、王の奴隷であり、何人も我に忠実ならざれば、己の誓いの言葉によって呪い殺されよう。記された文章は、非常に長いが、 その内容は主に図書であり、シュリービジャヤのクバトゥアンへの反逆を企てたり、実際に反逆したり、あるいは、ダットゥの命に従わないものを呪うものである。オランダの東洋学者、ヨハンニス・ゲーベル・トス・カスパリスによると、この碑文で、言及のある人々、職業、称号は、シュリービジャヤの派遣に対して潜在的に危険と、目された反乱を起こしかねない人々や集団が網羅されて、 いるのだという。反乱が起きないようにするためには、呪いで脅しながら、忠誠を誓わせることが、支配者たちには、重要だったのである。碑文の中で言及された称号には、以下のようなものがある。碑文に刻まれた図書には、伝えられているものとしては、最も完全なものに近い国の役人の一覧が、含まれている。役人たちの称号は、複雑かつ重層的であり、一部の、 歴史学者たちは、このようなものは王国の首都でしか存在し得ず、シュリービジャイアノとはパレンバーにあったはずだと主張してきた。しかし、インドネシアの考古学者添えくものは、クダトゥアムに対して反逆する、泥墓を犯すものすべてを威嚇する呪いを記した、碑文が宮廷の中心にあったとは限らないとし、シュリービジャイアノとは、クドゥカンブキと碑文に記されたミナンガだったはずであり、それは、 ムアラタクス付近に否定されるとしている。ありがとうございます。